皆さんこんにちは、こんばんは。マイメロ GB417 ことはーちゃんです。今回はデアグライネラーデン東京に行ってきたので、そちらで購入してきた購入品をご紹介していきたいと思います。デアグライネラーデン東京で購入したものがたくさんあって、デアグライネラーデン東京は神奈川県横浜市にあるんですけれども、そちらで購入した購入品をご紹介していきたいと思います。ずっと行きたかったデアグライネラーデン東京に来てすごく嬉しかったです。はい、では早速買ったものを紹介していきたいと思います。たくさんあって紙袋満帆に買ったんですけれども、たくさんあるのでご紹介していきたいと思います。すごいたくさんの400種類以上のペーパーナプキンを取り扱っているお店で、その他にもいろいろな海外のものなどを扱っているお店なんですけど、紙物好きにはたまらないお店で、ずっと行きたかったので行けてとても嬉しかったです。では紹介していきたいと思います。はい、まずはこちらです。こちらのペーパーナプキンになります。10枚で400円のデザインの商品のもので、こちらのデザインがとっても可愛かったので購入してきました。すごいたくさんの種類があって、全部見本があって、その中で選んで購入したんですが、4枚から購入できるんですけど、10枚で買った方がお得かなと思ったので10枚購入しました。とっても可愛くてすごくお気に入りです。で、次はこちらです。こちらのコーヒーのデザインになります。とてもおしゃれなデザインがとても可愛かったので、こちらも購入をしてきました。同じく10枚買いました。次はこちらです。アンティークっぽいデザインがすごく可愛くて、お花のデザインともすごく相性が合っていて可愛いなと思ったので、こちらも購入してきました。これも同じく10枚です。そして次にこちら、とっても可愛いデザイン、すごくいいデザインで私が大好きな柄なんですけれども、こちらも10枚買ってきました。で、次は4枚購入したものなんですが、こちらです。こちらのデザインを4枚買いました。すごい可愛いティーカップの柄がお気に入りです。で、最後にこちらです。こちらのイースターっぽいデザインのものなんですけれども、こちらも4枚購入してきました。特に欲しかったものを10枚ずつ買ってきました。で、次はランダムで10枚のデザインがランダムでいろいろな柄が入ってるというものをご紹介したいと思います。この表紙のペーパーナプキンが可愛くて10枚で買いたかったんですけど、もうこれしかないということだったので、はい、10枚は買えなかったんですけど、こちらのセットに入っていました。こんな感じで、いろんなデザインが入ってます。すごい素敵なデザインがたくさんで、はい、こちらですね。10枚いろんなデザインが入っているものは600円でした。同じデザインが10枚入っているやつの方がお安いですよね。でもこれはいろんな柄が楽しめるのでいいなと思いました。こちらです。そして小さいペーパーナプキンもあるので紹介します。こちらです。こちらはこんな感じで350円で、これも10枚です。柄がすごく可愛いデザインで、すごく可愛いなって思ったので、こちらも購入してきました。で、こちらはコーヒーのデザインです。普通のペーパーナプキンより小さくてとても可愛いデザインで、こちらカフェっぽい感じのコーヒーのデザインですごく可愛かったので、こちらも購入してきました。次はこちらです。こちらの
スタイリッシュテープオールドローズボーダーというものです。こちらは680円でした。こちらは15メートルあって、すごく素敵なバラのデザインだったので、こちらを購入してきました。で、次はとフラワーフェアリーズのメモを購入してきました。なかなか売っていないので出会えてとても嬉しかったです。まずはこちらです。こんな柄が入ってるみたいです。こちらと、次はこちらです。全部違う、全種類を売ってた全種類をと一つずつ購入してきました。これはなぜか裏に紙が入っていないですね。一つ380円だったんですけど、可愛かったので買ってしまいました。で、ちょっと大きさが違うものなんですけれども、大きいタイプのフラワーフェアリーズのものもこちらも2つ購入してきました。お値段は変わらないです。で、次はメモ帳になります。とても可愛くて、まずこちらのチョコのデザインのものです。こうカットされてる感じが可愛くて400円で購入しました。で、こちらはティーカップのデザインになっていて、すごく可愛いです。で、こちらもティーカップのデザインです。ティーカップのデザインがすごく私好きなので買いました。で、あと紹介し忘れたんですけど、最後にこちらもありましたね。それから大カットになっているフラワーフェアリーズのメモも売ってたので買ってきました。すごく可愛くて、この大カットになってるものすごく好きで購入しました。で、次はすごい値段はちょっと高かったんですけど、これは使わずに保管しておこうかなっていう感じなんですけれども、パンチスタジオのシールです。こちらです。この天使のデザインがとても可愛いなと思ったので、こちらも購入してきました。こちらはちょっと立体になっている感じのシールで、とても可愛くて、これはちょっとね、お値段も高いし、ちょっとね、使うにはもったいないかなって感じなので、ちょっと眺めるというか保管という感じになると思います。はい、次はですね、付箋を購入しました。こちらです。480円ですごい高いなと思ったんですけど、こちらもちょっとね、なかなか見ないものなので購入しました。これもとても可愛いです。で、次はいろいろなポストカードを購入したのでご紹介します。こちらです。まずはこちらはパンチスタジオのもので、とても可愛いデザインだなと思って買ってきました。それからいろいろなポストカードがあるのでご紹介します。すごいたくさんの種類があって、大カットになっているものを選んで買ってきました。こちらのフラワーフェアリーズのものと、こちらと、こんな感じでいっぱいフラワーフェアリーズを買ってきました。全部一つずつ選んで買ってきましたね。一つ150円です。1枚150円です。で、こちらはバラのデザインで、すごく素敵なデザインだなと思って、ここにもね、天使がいてすごく可愛いです。はい、こちらを購入しました。最近天使のデザインとかビクトリアン系とかもすごく好きでハマってるんですけど、はい、すごくたくさんいろんなものが売ってて買えて嬉しかったです。次はマステを購入したので、そちらを紹介します。とマステは少ししか売ってなかったんですけど、その中で可愛いなと思ったものを購入してきました。と先ほどご紹介したこちらの480円の付箋と同じのメーカーというかデザインだと思うんですけれども、このバラのデザインです。で、もう一種類デザインがあったんですけれども、なんかすごい似てたのでこちらにしました。とこんな感じのお花のデザインで、ちょっと分かりにくいと思うんですけど、こんな感じのデザインです。一つ250円で、そこまでお値段も高くなかったので、こちらは3種類購入してきました。
次はちょっとすごくお聞きれないと思うんですけれども、こちらの箱になります。すごく可愛い箱で、すごく気に入ってます。でも持ってくる時に段ボールに入れてホテルから発送したんですけど、ちょっとここがこう壊れちゃってますね。こちらも購入しました。すごい可愛くてとても気に入っています。こんな感じです。それからたくさんこの箱を作るため、箱を作るためというか、こちらの箱はここにマジックテープがついてて開けれるような仕組みになってるんですが、そうではなくて組み立ててないペーパーの状態のものも売ってたので、そちらを購入しました。こんな感じです。自分で糊を貼って組み立てるタイプなんですけれども、とても可愛いです。こうちょっとポコポコっとしてるデザインがすごくいいですね。こんな感じです。それからこちらの3種類は特に可愛いなって思ったものだったので10枚購入してきました。すごく可愛くて、こういう感じでポコポコ浮き出てる感じのデザインとか、このね触った感じがすごいポコポコしてて面白いなって思って、すごい素敵な紙だなって思ったのでこちらを購入しました。こちらはこうやってと糊を貼ってこうやって組み立てて箱を作るみたいです。でマジックテープではなくて、私はマグネットでここをこうやってやって、お裾分けのなんか何をやるかはまだ考えてないんですけれども、なんかいろいろ作れたらいいかなと思って、たくさんペーパーのこのキットを購入してきました。はい、購入したものはこちらで以上です。なんですけれども、最後に包装紙が一つあるので紹介します。いろんな包装紙があったんですけど、なんか私が行った時はお花柄がたくさん売ってて、それあんまり他のものは売ってなかったんですけれども、1枚500円ぐらいでちょっと高いかなって思ったんですけど、カラーコピーして使えるかなって思ったのでこちら購入してきました。こんな感じのデザインです。すごく素敵な、くるんってなっちゃった、すごく素敵なこのお花柄と少女のデザインがすごく素敵ですよね。この女の子のデザインとかとお花のデザインの組み合わせがすごく可愛くて、海外っぽいデザインで素敵だなって思ったので購入しました。質もちょっとすごく良くて、ちょっと固めの素材ですごいお気に入りです。包装紙系を持って帰ってくるのが一番大変でしたね。でも頑張って段ボールに入れて送って持ってきました。でデアクライネラーデン東京は東京にあるわけじゃないんですけど、そのデアクライネラーデン東京の2階のところにデコパージュ教室というものをやっているらしくて、ペーパーナプキンを使ってデコパージュをできるみたいで、このような感じでデコパージュ教室でいろいろなことができるみたいです。こんな感じで、はい、とても面白そうだなって思ったんですけど、その時はあれだったので、また来た時にはぜひっていう風に言ってくださったので、機会があればねまた行きたいなと思います。すごくね好きなあのお店で、私好みのデザインのものがたくさんあって、そこに住みたいなって思うぐらい本当に壁中ペーパーナプキンで、もうすごい素敵なお店でしたね。とても素敵なお店だったので、またぜひ行きたいなとは思うんですけど、遠くてなかなか行けないので、またね買い出しに行きたいなと思っています。はい、というわけで今回はデアクライネラーデン東京での購入品をご紹介しました。ご視聴していただきありがとうございました。私は今回デアクライネラーデン東京に行きたくて、中華街の、ホテルに泊まったんですけれども、デアクライネラーデン東京に行けるような距離に住んでる方はね、ぜひぜひ行ってみてください。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。